これでいいかな。いいよ。わあ、軽くなったね。まあ、炊けてしまったけど、いくらでしょうか。ソースが足らないな。そうよ、そうよ。今日は大きい方が美味しいけえね、多分。もうちょっと食べたい。あ、これ食べたい。皮のところ。これは美味しいぞ。ここ切ってよ。あ、これ切るぞ。これガチってやったら美味しいよ。ここがね、カリカリになっとるけえ。どう？パチュンパチュン。パチュンパチュン。美味しい？あ、いよいよ、それ上乗っけていいんだけ。二人ともこれいるかな、鶏タンのお肉。うん、これいる。母ちゃん、鶏さん、母ちゃん、いい。いいよ、食べんさん。おいしい。おいしい。全然なかった。いや、大丈夫、ちょっと残ってるけど。パパ、辛い。辛い？気分かったか。まだいるの？まだおよ。だいたい。まだこっち？なに？まだなに？お肉ができるけね。ちょっと待っとってね。みんなにお肉あげるけね。これは美味しいお肉だと思うよ。ちょっと熱い？うん、でも大丈夫。ちょっと救急車？救急車？救急車は呼ばんでもいいかな、今。じゃあ熱いで気をつけてね。あ、重い。あ、重い。これはカルボナーラ焼きそば。焼きそばで作ったカルボナーラ。焼きそばで作ったカルボナーラ。食べたい人。食べたい。わあ、楽しい。楽しい。僕も。僕も？もんちゃんもいる？うん。食べますよ。大丈夫。ちょっとあんまり美味しそうに見えんね。ももちゃん美味しそうに見える。ほんと？それ…いやん、これたま恥ずかしいわ。畑になったわ。わ、父ちゃん。ん？ももちゃんどうだった、お味は。美味しい。あ、よかったね。これどうぞ、これ。お魚？お魚焼こうね、じゃあ。C の完成。
楽しいじゃないですか。今日そういえばあの牧場兄さんが動画上げとってから、うん、あの怖い話じゃなくて、今回はあの登山道具のデビュー。じゃあ父ちゃん怖い話して。え、怖い話？え、最後に振って笑える。いや、途中でも振って笑ってるかな。振っていうか、なんか普通に笑ってしまう感じだけど。何？見てほら、すごい汚れてるし。わあ、ほんまじゃ。なんか母ちゃん、これ母ちゃん、緑なんか、大きい犬の髪がよかったな。まあ、そうや。まあ、まだ今度。わっ、いや、やめて。大丈夫よ。だって、そこにお肉2つあるけね。うん。ウインナーも入れたと思った。あ、ウインナーも焼けたと思った？だって、そこに2つ置いとるやん。どうしよっかな。焼けると思う。焼けると思うよ。ちっちゃっ。はい、ちっちゃ。ウインナーじゃあ2個置いとったけどね。ちっちゃ。大丈夫。僕これ。お肉？ウインナー。待ってよ。いいよ。アンチャー君。よいしょ。アンチャー君。と、父ちゃん顔。よし。じゃあどこに置こうか。怖くない、怖くないから。よいしょ。これ、アユの塩焼き。これ美味しそうじゃない？美味しそう。父ちゃん、食べる。はい、どうぞ。よいしょ。花火したら熱くないの？まだ女が。なんだこれは。これはなんだ？オッケー。この。はい、もう一個あげましょう。ジュー。あ、中にブスッと。ジュー。違った？父ちゃん、これ作ってる。切ったり。ここ？ここ？あ、そうそうそう、その辺が美味しいんだけ。一個だけやろうかな。美味しい。身が取れる。母ちゃん、なんか食べよう、ここ。まだいる？美味しそう。こう？うん。いいやん、こう。母ちゃん、いいやん、こう。どう？美味しい？うん、美味しかった。わあ、すごい。いいよ、食べていいよ。まだ飲まないや。僕も今食べたね、それ。そうそう、美味しかったって。あれも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 。ウインナーくん。それは中に何が入ってるんでしょうか。パクッと一回食べてみしたら。ウインナー。あ、ウインナーいる？僕も。チーズが入ってる。まあ、それ美味しいよね。はい、焼けたらお肉誰が欲しいかな。はい。あ、やばい、この人に水引くの忘れとった。あー、ジャケ？そうかもしれない。次はテーブル3000円ぐらいで作れるけ、もう一個同じものがあってもええかも。ああ、そうだね。うん、で組み立てられるのはいいよね。そうそう、で高さ同じやつで作れるけ。あ、そうな。うん、あの同じ材料買ってるだけだけ。ああ。でけ、結構こう2つ3つやることはできるよ。すごいじゃん。ねえ、棚とかも欲しいなと思うんだけどね。棚も作ってもええかなと思う。うん。ちょっとじゃあこれいただいてみようか。
あ、美味しい。あら、これ間違いない味がするな。ねえ、それだけでいいんじゃないね。どうも、極上兄さんです。パックに音楽が流れてる。1話、2話、3話で怖い話を配信していたんですけども、まあ、基本的にカメラずっと回しっぱなしで一気に喋るっていう撮影方法なんですね。まあ、編集したりするのはめんどくさいかなっていうのはあるんですけど、で同じ方法で4話目撮ってたんですよ。で4話目撮ってる時にとんでもない事件が起きたんで、ちょっと見てもらっていいですか。どういった山登ってきたかというと、新港で有名な山 で山自体が御神体になっているような、なんか美味しいこれ、そういった山だったんですね。よかった。で、だけど抜いて、こう抜いて登ってたんですよ。そしたらそんな結構なハイペースで登ってる極上兄様ですよ。そんな僕を後ろから足そんなに、これ多分僕ちゃん後でえらいことになると思う。どうなる？カラムーチョでしょう。辛い。だけどね。カップとかかもしれん。また。辛いの我慢してるからまた。我慢してるのがどうなんだよ。口に入ってないよ。口に入ってないよ。これ辛い。汚い汚い。イジリー岡田みたいなことやめてくれる？シー。あ、そう、シーシー行為。父ちゃんこれやって。父ちゃんの名前なんだっけ？シマ。シマ。じゃあ、母ちゃんの名前、母ちゃん。トモロヤキ。なんか父ちゃんのご飯食べられるんですけど。父ちゃんのお肉全部なくなったぞ。父ちゃんのお肉全部食べた人誰ですか？うい、とんかつだ。とんかつ？とんかつのせい？そうか。ここにちょっと入れすぎかもしれないけど、これぐらいのね、ウェイパーを入れてみよう。ウェイパーこれめっちゃ入ってる。これもあれだっけね、イオンの卵がいい。一応取っとかなきゃ。美味しいんですか。え？あー美味しい。これ七味とあとネギ入れようかな。あーやあ。なんか来た、なんか来た。イエーイ、いじわるたんちゃん大変身。いや、父ちゃんはいじわるしてない。いじわる、いじわる、何にもしてない。いじわる、いじわるとちゃん、トントントン。そうね、ウェイパーと七味で食べてみようか。あ、でもこっちも恐竜よ。うん、あれ、あれ、どうじゃ、それ乗ってて見えない。やっほー。あー、美味しい。みんな、これ、すごいすごい。わー、疲れそう。父ちゃんみんな意地悪だよね。やあ、や意地悪だよね、みんな。父ちゃん、やあ、セーフだ。大丈夫？うん。